はいどうもこんにちは今回もコンデンサーのつなぎ替えの問題を扱っていきたいなと思います今までと同様に極板電位を考えないともちろん解けない問題にはなっているんですが今回はそれだけではなく一つのものに注目するのではなくて他のことを見てあげることによって解ける問題っていうのが入っているんですよね少し昔問題になりますがしっかり丁寧に説明していきたいと思いますので一緒に頑張っていきましょう はい、それではやっていきましょう。いつものように問題は概要欄にリンクを貼っていますので、一度問題を解いてからまたこの動画に戻ってきてください。それではね、最初の簡単な問題はもうささっとやっていきたいなと思います。まずですね、このコンデンサー K2 ですね、これの電気容量を求めていきましょうということで、極板間隔が D ですね。そして極板面積が S、真空ではなくて今回空気か、空気の誘電率がイプシロ ε0 と与えられてますから、 C=d 分のイプシロン S 公式ですね使ってあげることによって K のコンデンサーの電気量 C というのは d 分のイプシロンゼロ s と出てくるということですね。はいでは続いてですね括弧2番やっていきたいんですがコンデンサー K1 ですねコンデンサー K1 のここですね上部の局板に蓄えられた電気量そして中にある胴体の下部下の方に蓄えられた電気量これを求めていきましょうという問題ですね。 今回はもちろん合成容量を使ってあげるとね簡単に溶けちゃう問題にはなってるんですが合成容量は使わずにですねつなぎ替え問題として扱っていきたいなと思いますではコンデンサーがねこの部分ですよね導体が入ることによってここは電気力線がなくなりましたから電気力線が存在しているのがこの部分とこの部分だけになりましたねなのでコンデンサーが2つ直列につながれているというところになるんですよねでこの部分の コンデンデサーののの間隔がちちょうど分分ににななっっっててるるこもんです、ね、だかで先ほどの D に対して極番間隔が3分の D になってますから1つずつの電気容量がそれぞれ 3C になっているということなんですね。じゃあ電気量保存則を立てて関係式立てていきたいんですが今回絶縁されている部分っていうのはどこになっているかというと。 こここの部分でですすねねここスイッチ切られてるんです、ね、今回スイッチ入れたのはスイッチ S1 の方だけになってますからここのスイッチはつないでないのでこの胴体の中で電気量が保存されてますよと。はい、ではこの胴体の中で電気量が保存されてるっていうことからですね この部分、下側のコンデンサーの上側の電気量上側のコンデンサーの下側の電気量を求めていくためにも電圧がわからないとダメですから電圧はね直接出せるものではないですからまず電位をしっかり見ていきましょう。まずはここですね下側の電位を0としておきましょう。 はいじゃあここの電位を0としてあげると電池の電圧が V ですからマイナスからプラスで電位が V 上がりますからこの上側の極番ですねここの電位が V になりますよとはいでは続いてこの導体いきましょう導体の電位これわからないですねどこともつながれてないから電位わからないので導体の電位を VD としておきましょうはいではそれぞれですね電位が 0VDV とわかりましたから電位のね大小関係っていうのが本来分かってないんだけども0が一番小さくてその次 VD そして V が一番高いとして考えていきましょう じゃあこの部分での電位が上の方が高くなってますか上がプラねここを見ていきましょうか VD より V の方が高いとして設定しましたからその設定だと上がプラス下がマイナスになりますねはいではプラスマイナス分かりましたから電圧さえわかれば Q=CV から電気量を出せますから電圧をしっかり求めていきましょうじゃあここの電圧いくらになっているかっていうと VD の方が高いという設定ですから v d 0ですね はい。では、同じようにして、ここの電圧も見ていきましょう。同じように V の方が高いとして設定しますから、v、V-VD が電圧ですね。はい。じゃあ、電圧が分かりました。電気容量も分かってますから Q、Q イコール CV から、ここの電気量を求めていきましょう。ここは、プラス3 c かける v d く0ですね。ここは、マイナス3 c かける v く v d ですね。その和が、今は、 保存されてますすよとということですね、はい、じゃあ今保存されてるということなんですがもともといくらだったかというと導体は電気蓄えられてなかった状態ですからもともと足してゼロの状態だったんですね。なので 足し0の状態が絶縁されているので今も変わりませんよってことで達したものがイコール0ですねはい、では計算確認していきましょうこの式を解いてあげると VD の値が2分の V と出てくるんですね。で今回の問題はここですね一番上に蓄えている電気量いくらですかってことで3 V×VD ですね v v d が2分の V になってますから2分の 3CV ですね。 そしてもう一つがここですよね。導体 D の下部下の方に蓄えている電気量いくらになってますかってことですがここがコンデンサーになって電気量が 3C ですから3 c × v d 0ですねなので2分の 3CV と計算できるということになるんですねはい、では続いて過去3番やっていきましょう過去3番はこのスイッチ S1 を切ってあげたんですね切ってその後スイッチ S2 をつないであげましたよとスイッチ S2 をつないだあとの K2 の電位… 圧ですねここの上部の電位を求めていきましょうということになるんですがここ S 2をつないであげたことによってこの導体と同じ電位になってるんですねもちろん VD はこれつないであげたことによって電気がねこっちに移動していきますから VD はあっち側値になってるんですけども、まあ、とりあえずね値が変わるけども VD として置いておきますはいじゃあコンデンサーの電圧すぐ出てきますよね下が同じ電位0になってますから VD-0 ここが電圧になっていると。 で上の方 VD の方が高いという設定ですから上がプラス下がマイナスに帯電するということですねではさっきもねちらっと言ったんですけどもこの VD を求めたかったらやっぱり絶縁部分探してですね電気量保存の関係式を立てていかなきゃいけないんですがここがプラスに帯電するっていうのはどうしてかっていうとここですよねこの導体にあった電気がこういうふうにこっち側に来たんですよねスイッチ S を通して来たんですよね。 なのでさっきはスイッチ S2 を切っていたので絶縁部分がどこになってたかというとこの部分ですねこの青の点線部分になってたんですけどもスイッチ S2 をつないであげることでここで電気のやり取りをしているので。 この部分ですねこの部分が絶縁部分になってますよとはいでは今緑の点数で囲ったところが絶縁部分になっているんですけどもこの部分について電気量保存則を立てていきましょうまずここを見ていきましょうか上のマイナスになっているところなんですけどもスイッチ S1 を切っている状態なのでもともとねここ2分の 3CV マイナス2分の 3CV の状態だったんだけども。 ここは変わらないですかね上のプラス +2 分の 3CV はここ行き道がないですから変わらない状態ですからここもマイナス2分の 3CV のままになってるんですねはいでは続いてここを見ていきましょうかここの電圧ね VD はさっきの2分の V からは変わってると思うんですが、まあ、変数として VD として考えていきたいんですが電位 VD としてあげると電圧が VD ですから電気容量 3C ですからここに蓄えてる電気量っていうのは 3C×VD ですよとはい、じゃあ続いてここの電気量を見ていきましょう K2 の電気容量は C でしたね なので電圧が v d 0 v d になってますからここに蓄えている電気量は CVD になってますよとはいじゃあこれがもともといくらだったのかっていうのを見ていきたいんですがここもともとス2分の 3CV だったんですねここはもともと2分の 3CV だったんですよね足して0だったんですねここももともとは0だったんですねなので 0+0+0 で0っていうか当たり前ですよね この緑の点線部分で見てあげて、電気は最初ここでやり取りしてただけで、でここ繋いであげてここでやり取りしてただけですから、全体のこの緑のところっていうのは電気量の合計は一切変わってないですかね。こっからここに来たわけでも、こっからここに来たわけでもないですから、この中でずっとやり取りをしてるだけなんで、この中の合計値は常にゼロになってますよねってことになるんですね。なので明らかゼロですね。 はいでは計算確認していきましょう明らか0なんですが一応それぞれで見てあげると2分の 3CV2 分の 3CV もともと0でしたということでしたから書いてあげるとこの形やっぱり0でしたということでしたもんねはいじゃあこの値から計算してあげると VD ついてる方が 4CVD ですね VD ついてない V の方が2分の 3CV ですから C が消えて VD 計算してあげると8分の 3V これは今回求めたい K2 の電圧になってるんですねはいじゃあ続いてカッコ4番いきましょう 各4番の問題はこの導体 D 全体ですね導体 D 全体が帯電している電気量を求めていきたいということなんですが計算する方法としてはまずね思いつくのは導体 D に帯電している電気量だからここのマイナスですよねマイナス2分の 3CV たす今の導体下部のですね下の方の蓄えられてる電気量プラス 3CVD ですね。こここの値値求めたたいいいいいにななっててるんんでですすねこれを計算してあげたらいいということうけども もっっと簡単に考えられる方法があって先ほども言いましたけども足したものってのは結局は0になってるんですねこの緑の部分っていうのはこの中でずっと電気やり取りしてるだけですからもともと0でしたよと。ということは例えばここに5空論来たとしたらこっちいくらですかマイナス5ですねこっち10クーロン来たらこっちマイナス10ですね。なのでここに蓄われてる電気量さえ分かってしまったら導体 D に蓄われてる電気量も分かっちゃうという話なんですね。 はい、いよろしいですかね。この部分ですねこの部分に蓄えている電気量は電気容量が C 電圧が VD ですから CVD でしたね VD 代入してあげると8 C v でした全体で足したら0ですからこっちが8分の 3CV ってことはこっちが −8 分の 3CV になってるということですね。はい、なのでまあこんなふうに簡単計算できるんですがもちろんここの2つの足し算が 導体 D の電気量なんで VD をここ代 VD ここですね VD ここ代入してあげて足し算してあげてももちろん同じ個体にはなってきます。はいそれでは過去5番ですね繰り返し操作のところを見ていきましょうスイッチ S1 だけをつないで帯電させましたスイッチ S1 を切って S2 だけをつないであげましたこれを1回の操作としてこれを何回も何回もしてあげましょうと。 N 回終わった時のこの K 2の電位差を VN としてあきましょうとな今回さっき使ってたやつですね VD は VN として考えていきましょうということなんですねはいでは今回ですねこの N 回終わった時のここの電位差 VN を使ってその時動体 D に蓄えられている電気量を求めていきましょうということですねでこれ先ほどもねもう説明させてもらったんですけどもここの電気量とここの電気量の和を足していく計算していくってことを考えていくと この1個前の操作を考えていかなきゃいけませんから N-1 回目の操作っていうのを見ていかなきゃいけなくなるんですよねそうなってくるとこの VN だけでは計算できなくなってしまいますのでちょっと困ったなっていう話になるんですよねたださっきも言ったんですがこの緑のところが常に絶縁部分になっていて最初ゼロだったから今でもずっとゼロですよってことになってるんですよねそう考えてあげるとここに蓄えられている電気量っていうのが CVN っていう風に出てくるんですよねはい、じゃあもうい 緑の部分が全部足したら0でこっち側が CVN になってるから残った部分ここの電気量はいくらいになってるかというとマイナス CVN になってますねはいよろしいですかね、まあ、これも立派なね電気量保存則になっていると言えるでしょう、はい、では続いて見ていきましょう次はスイッチ S2 を切って N+1 回目の操作に入ってこっち側ですねスイッチ S1 だけをつないであげた時ですね この時のこの下の部分ですね下の部分に現れた電気量を求めていきましょうということですねもちろんここの電圧が分からなきゃいけませんから電圧を求めていくためにも導体 D の電位をまたそうですね VD と置いてあげてちょっと見ていきたいなと思いますじゃあここの電位を VD と置いてあげるとここの電圧が VD-0 ですね ここの電圧が v。引く vd になっているんですね。スイッチ s はつないでますから？上の電位 v になってますからね。なので、それぞれの電気量、上側の電気量がマイナス 3c かける v 引く vd。さっきと一緒ですね。下側の電気量がプラス 3c かける vd 引く0になっているんですね。それを合計したものがさっき求めたマイナス cvn と等しくなっているということなんですね。はい、では、計算確認していきましょう。電気量保存則ですね。ここと、ここの電気量の和がさっき求めたマイナス cvn と等しくなっているということから。 D VD ののの電位いいうううがここように出せるということでですねで今求めたいのは動体 D の下部の電気量ですから 3CVD-0 ですね。求めた VD 代入してあげると2分の C×3V-VN と計算できるということですね。はいじゃあ最後の問題いきましょう。 繰り返し操作によってね最後ここの電位が Vn+1 になるんだけどもさっきね操作1を仕上げてスイッチ1をつないでたんだけどもスイッチ1を切ってスイッチ2をつないでここの電位が Vn+1 になったと、まあ、その時の Vn+1 を求めていきましょうっていうことなんですがもう一緒ですよねさっきのこの状態からこっちをつないでましたから緑のところについての電気量保存則を立ててあげると同じように計算できるということですね はいじゃあもうここのね電位がね Vn プラ1になるとして電気量保存則立てていきましょうはいそれでは計算の確認していきましょう今の電気量なんですがここの電気量ねまあ、この直前と変わってないので直前の電気量をここ三角としてあげるとここマイナス三角になってるんですねなのでマイナス三角が今の電気量でその前も変わってなかったのでマイナス三角も求める必要がないので、ね、ここ消えますからもう三角にしてます。 はい、じゃあ今のここですねここのプラスのところの電気量いくらになってるかというと電位が Vn+1 になってますから3 c かける v n 1 0これがここの電気量ですねこの値ですね大丈夫ですねはいじゃあコンデンサー K2 の上側の電気量はいくらになってるかというと電気容量が C で電圧が Vn+1-0 になってますからこの値ですねはいじゃあ 以前はどううなってたかというとといマイナス三角のところはやりましたねここいくらになってたかというとここで計算してますよね。ここで計算した2分の c かっこ 3v-vn がその直前の電気量になってますよと。じゃあその直前のこっち側ですねこっち側の電気量はいくらになったかというとここで計算できていて Cvn になっているんですね。CVN ですねあとはこれを計算してあげると vn+1 すっていうのがこのように計算できるということなんですね。 なので今回ねテーマになってるんですけどもここの電気量を求める時にここから直接計算するのではなくてもう一つの片割れから計算してあげるとサクッと計算できるということなんですからね。なのでちょっと息づいたらね視野を広げるっていう習慣をつけるようにしましょう。 はい、今回でコンデンサーのつないしたいいと思います。コンデンデサのつない替え問題のポイントはまず電位を立てて考えてあげるそして電気量保存則を立ててあげるこの2つだけでしっかり解けるということでしたね。この動画が良かったなっていう人は是非高評価いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。